パッシブは HP の10%相当のシールドを獲得します。8秒間何もダメージを受けなければシールドは自動的に再生します。スキル1は対象1名を指定し魔法ダメージとスローを付与します。自身は敵の低下した移動速度と同等の分だけ加速します。スキル2のパッシブは常時防御力が増加します。 またスキルを発動すると通常攻撃が範囲攻撃になり最初の1回の通常攻撃が強化されますスキル3は自身の周囲の敵にダメージを与え攻撃速度を30%低下させますスキル4は指定エリア内の敵を2秒間打ち上げます範囲 CC の中では頭1つ出ているお手軽高速ですただしフラッシュで射程は伸びません今回は ワイルドリフトのマルファイトを使ったミッドレーンでの魔法、明治運用をやっていこうかと思います。こちらの動画自体が今までは、えー、しっかりと iPhone のキャプチャー機能を使って録画していたものですが、YouTube の、えー、ライブのところの配信中のところの部分だけマイク音声を切り取って、 ゲーム音声および棒読みちゃんのものを再生していることになってますので YouTube でコメントがある内容が棒読みちゃんで読み上げられているというような感じになってます。 ただごめんなさい棒読みだけはちょっと切り離すことができなかったので、まあ、もしあまりにも棒読みが必要ないいらない邪魔というようなコメントが多いようであれば次回からは棒読みを何とかする方法を考慮していきたいと思いますが当面多分10本分ぐらいはこの動画が続きますのでちょいとご理解いただきたいなというところです。んまあ流行りの 流行りというかよくランクで出てくるミッドレーナーの中の一つでゼドといったような対面のメイジキラーのキャラクターがいるんですがそれにどうしても勝てないもうマジ無理だみたいなことになった場合はマルファイトというキャラクターが対物理に対して非常に強いスキル性能を守持ってますので物理にしつつ魔法を上げるという戦い方ができるキャラクターになってますから非常にいいのかなと思いますただワイドリフトに関しては本来 明治で対物理に対して装備がゾニャーという金時計ですね、が作って物理防御を上げることができたんですが、現状、靴のグレードアップになってしまっている結果、お手軽でいい点ではあるんですけど、そうじゃなく、物理を増す防具としての役割が果たせなくなっているので、対物理に対して明治のミッドレーナーが割とそこまで強くないっていうのがダメな部分であるもんですから、もう本当にやっぱり上げておかないと痛いんいですね、物理。 でまあ無理だという方はこのマルファイトをおすすめしますで位置付きもエイミングする必要がなくてターゲット視点に対して飛んでってくれるのでめちゃくちゃやりやすいのとよくあるマルファイトのマナがきつい問題も、えー、ルーンっていうのかなちょっと正式名称何とも言えないんですけどあのカスタマイズできるやつでマナ回復を漏れたりとかレーンに落ちる何て言うんでしょうあのミ、ー、ッ 木の実みたいなものを拾って回復できるので、そこまでめちゃくちゃマナがきついってわけではない、ここに落ちてる実ですね。というところから、まあ、あの、お手軽っていうとあれですけど、まあ、やりやすい。ゼド対面した時はやりやすい。ただ、えー、こういう敵の明治が来た時は、対面がもちろん遠距離対マルファイとの近距離になりますので、 ミニオンのラストヒットを取りに行くときに、やはりしっかり敵も妨害してきたらだるくなりますから、そういうとこのレーン戦でのダメージトレードを意識したラストヒットを取っていくっていうテクニックが逆に必要になってきますから、まあ初心者がこれ使って、じゃあ連戦を5レベルになるまではやはり距離詰めるスキルはないので、そういうところをうまいことやれるかなっていうのはちょっと大変になってくるかもしれないですけど。 割とスキル1、スキル3、ウルト、魔法がいいダメージ出てくれるので、まあ、今回だったら最初にキル取れてますから、あとはまあこういう感じで円盤投げつつハラス。で、開幕の、えー、フェイト先生やっちゃったんですけど、 まああの無理にダメージトレードをしようとすると、相手側からしたら、近距離だし大丈夫だろみたいな感じでいくと、意外と痛いえしっぺ返しを食らうっていうのがマルファイトですので、そういうところを舐めてる人だったら、割と戦いに行って倒せることがあるかもしれないっていうのと、他のスマホモバと大きく違うのが、平安京は若干違うんですが、ミニオンのウェーブがめちゃくちゃ痛いんですね。ここもこんな感じでミニオンのウェーブが溜まってる状態で入ってくると、見ていただくとミニオンがめちゃくちゃ削るんですよ。 なんでヘルスがローだから戦えるかなと思ったら実はミニオンシャワーでこんな感じでダメトレで勝てるみたいなこともあるのでまあソロレーンの方はミニオンを背負って戦うのはレベルが低いほど痛くなってめちゃくちゃ死にかけますのでそういう戦い方はしないようにちょっと気をつけた方がいいですねまあ主にまあミッドレーンとバロンレーンがえー連ー戦長くすることになりますのでまあ対マンで こういうようなことになる。逆にガンク行くときもミニオンを無視してガンク行った場合、まあ、特にジャングラーがミニオンシャワー食らって転がってしまうみたいなこともありますから、ちょっと本当にそこは頭の片隅に覚えておいてください。まあ、やることは連戦は1で敵ターゲット指定して投げまくる。であとはまあ適宜サイド,レーンサイドにーあのワードを刺してガンク警戒しつつ1投げる <laughs>。これずっとするだけでダメトレ1回レーンで勝ってしまえば、なかなかワイルドリフトも連戦では ロールの本気に比べるよりかはそんなことないですけどやっぱり他のスマホモーバーと比べてレーン戦が圧倒的に長いですし一度レーンでしゃぶられると永久的にしゃぶられ続けるみたいなことになりますので、まあ、ちょっと負けたらガンク来るまではプレイセーフしつつ味方のガンク待ちのお祈りするしかない感じがしますねでまあミッドレーンですのでイグナイトを持っておけばウルトウルト3、まあ、スキルの流し方いろいろありますがやっぱりウルトから入って3ドッスン1イグナイト にパシパシシみたいいいいな感じでいいと思いますねマルファイトに関してはウルトが適用範囲で2秒間打ち上げるっていうかなりいかれた拘束時間を持ってますのでまあ、それを敵にしっかりまあ複数人に当てることができればもうそれで仕事が終わりですからあとはまあおまけで321しつつ、まあ、通常攻撃パシパシするような形でいいのでます、あ ミッドレーンだったらもう先にスキルぶち当ててそれやっちゃえばまあ割り出し削れますからもう本当にそれだけのお仕事が求められる逆にウルト外したら戦犯みたいな感じになっちゃいますので、まあ、ちょっと注意しなかんかもしれないですけど靴のアップグレードで、えー、わらゾーニャがありますのでそのゾーニャ活用しつつほん、まあ、ウルトスコーンゾーニャキピーンみたいな感じで終わりあとは敵を味方が倒してくれるのをお祈りするだけという感じになります どうですかねまあ、悪くはないと思いますし個人的にはトップレーンでのタンクビルドのマルファイトもウェーブ処理があの2隙を使うと通常攻撃やスプラッシュで範囲になりますのでその結果しゅあ処理は早いっていうところと合わせて別にジャングルで周回やろうと思ってやれなくはないっていうところもありますのでもう私は別にそんなにいいキャラクターだとまあ、ちょっと。 まあこうやって言ったらつまらないかもしんないのであれかもわかんないですけどいいですしまたまたまにあるサポートマルファイトというのも実はあるのでまあさっきも言った通り円盤を投げるだけのハラスですねまあ5レベルに行く前の5レベル未満のところの連戦はちょいとい渋いものがあるかもしんないですけどそこの時間帯を耐えて5レベル以降に関してウルト持っちゃえばウルトのたびに敵にぶっぱしに行けば MM マークスマンとか ADC とかつえー協力して戦えれば結構いいものがありますね まあここもちょっとトップウェーブだいぶ溜まっててウルト、イグナイト、フラッシュすべてあるのでいきますがとりあえずウルトから入りますで範囲で打ち込んでウルト打ち上げで1投げイグニットでもう即死ですね、まあ、ソラカに関してはヒールをすると自分の HP を削っちゃうのでなおのこと転がっちゃいましたがしっかりソラカがフルにスキル回したとしてもまあ余った陣まで落とし切れるというようなパワーを持っています でまあ、やっぱり難しい点がね、味方との連携なので、ウルトするタイミングでこんな感じでね、まあ、ガラガスのウルトで散らされてしまうと、まああのー、ちょっと噛み合わないな、みたいなこともありますから、まあ、どういうタイミングで行くのがいいかはなんとも言えないですけど、基本的にはマルファイト一番先に最初に入っていくイニシエーターという枠割りをした方がやり良いかなっていう、まあ、ウルトの性能上ね、なんか死にかき1匹に対してウルトで削るよりか、範囲で魔法ダメージもそこそこいいノリがありますので、突っ込んでバコンってする。 でビルドをやっぱり魔法にしておくと1隙3隙ともに結構ごっつい,いダメージ出ますので、まあ、割と切る転がってきやすいのかなっていう感じがします使いやすさとしてはウルト当てれれば非常に素晴らしいキャラクターというところですから初心者向きなのかなとは思いますね難しい操作性がほとんどないですのでとりあえず絶対ウルトを複数人に当てるっていうところにフォーカスして頑張っていただければやりよいかと思います合わせて まあああのあまりなんかなんでなんだろうなと思うんですがおすすめ装備の魔法でよく初手にルーデンエコーというアイテムが出てくるんですけどこれなんか最初に作る人あるんかなってずっと思っちゃうんですがまあ割となんか出てくる傾向強い気がしちゃいますねまあ今回もそれ私作ってない今回はもうウルトのクールダウンが下がるやつを作ってますがなんかそんなに必要性がないのかなって気もしちゃうっていうところですね まあこういう時はお祈りしてリコールする。ただ、ウルトはね、壁に擦ったらあんな風になるっていうのは覚えておくといい挙動ですが、まあ、上側にフラッシュして、あのウルト打った方が良かったですね。で、突っ込む時はしっかりとピングを使って、行くぞ突撃ついてこいって言いながら、まあ、フラッシュして、えー、ウルト裏側、ズゴーン、割らでキュピーンという感じで、一通りスキル回したら、まあ、こんな感じで無敵して逃げておくというようなことで、まあ、お仕事終わりですね。 まあただ、ミッドレーナーの魔法があんな感じで突っ込んでキャピンするのはどうなのかというところはあるかも分かりませんが <laughs>、本来はね、魔法があんな動きをする仕事ではないので、ただやっぱり見た目、ちょけちょけのタンクですから、まあ、でもあんまり良くはないですよね、実際問題ね。よくよくしっかりと考えていくと。 ああいう突っ込みをするメイジどうなのかってまあ実際メイジってねしっかりダメージ出さないといけないですからまあさっきみたいに蹴散らすことができればいいですけどあれで誰も死ななかったみたいな感じで何だったら私だけ死ぬみたいな状況になったらちょっと難しいかもしれないのでまあ一応そういう運用もあるのかな程度に見ていただければなというところで以上マルファイトミッドレーンでしたよければチャンネル登録よろしくお願いします